湯気のラストの一本はヨーロッパや。ここは第二次大戦の後、三章で言うた通り、ドイツやロシアがメインってなるから、大戦を詳しく見ていくことにすんで。第二次大戦言うたら、ファシズムのドイツを中心に、イタリア、日本が暴れるっていうそういう風な話やけど、そもそもそうなったんは温泉の土台、第一次世界大戦のせいなんや。それがベルサイユ条約。ドイツは賠償金はもちろん、植民地も全部失って、軍備縮小にラインラント非武装、オーストリアとの合併は禁止で、ポーランド、フランスへ土地上げて、もうボロボロやな。そんなドイツは、エーベルト大統領にバイマル憲法で男女の普通選挙や労働者の団結権など、むっちゃ民主的や。そんな中、ベルサイユの鐘っていうのはきつかったなぁ。当たり前やが、ヨーロッパ中が冷たい。それで結局ソ連とラパロ条約結んだから、お前もしかしてそっちついて、もう金払わんのと違うんかー言うて、ドイツの働きも、ルールを占領。これでお金が紙くずなると、シュトレーゼマンが連天マルクを出して事態を収めて。確か、この時、物価が1兆倍になったんですよね。そうやで。もうちょっとで、物々交換しか成り立たんような古代に戻るとこやったんやで。あー、おっかね。なんちって。こんなシャレ、出やろか。つぶれん。やばい。こいつ、こんな目が、やばい。違うね。このお金問題が起こる1923年からナチスのヒトラーミュンヘン一揆が起こってドーズ案、ヤング案でローザンヌ会議で結局賠償金は減らされて落ち着くっていうことやねん。シャルデスでだな。戻った。イタリアもファシスタ党のミストリーニがローマ進軍で首相になると、ユーゴのフィウメの併合など力を持つ軍事独裁のファシズムと全体主義が誕生したんや。そんな中起こってまうんが世界恐慌や。呼んだ？え、どうしたおばちゃん？なんで出てきたん？だって今あんた、酒井京子って。え、おばちゃん、酒井京子っていう名前やったんや。そうよ。この作者が、世界で三大美女に作ろうと考えて生まれたキャラで、20世紀の勉強をしてる時に、ピンと来てこの名前にしたらしいのよ。でも結局本職が生物だからって、まずは生物アニメって、そっち最初作っちゃったから、結局生物の方ではずっと名前を出せずにいたのよね。うわ、世界史の終盤でお前の裏設定。さて、ヨーロッパ世界恐慌に対して植民地使ってブロック経済して乗り切んねんけど、ドイツとかはほら、ベルサイユで植民地取り上げられてもたから、それができんっていうことになって、ヒトラーが動き出すねん。1933年、ヒンデンブルグの命令でヒトラーが首相になると、国会議事堂放火事件を理由に共産党を潰して、全権委任法で独裁体制。で、翌年ヒンデンブルグが亡くなると、大統領も兼ね、国家機密警察ゲシュタポや、親衛隊 SS 使って、反対派やユダヤ人は、アウシュビッツで有名な強制収容所へ、ってなるんやな。こうなると、完全にヒトラーの一人部隊、ってなるわけや。まず再軍備で軍隊持つと、それを潰すんやなく、イギリスは、英独海軍協定で認めちゃうし、フランスも、フッ素相互援助条約で、ソ連とかとの人民戦線で囲んでおしまい。まあ、結局こうやって誰も止めへんから、さらにラインラントに軍隊でフランスに噛みつき。あと、4カ年計画で高速道路アウトバーンも作って、国民の失業率も激減。人気も上がるし、スペイン内戦ではフランコを支持。ソ連人民戦線もゲルニカ空爆などで任すし、イタリアとベルリンローマ枢軸作ると、それに日本を含めた3国で防共協定作ったら、ほら、前も言うた通りやな。オーストリアは併合。チェコスロバキアも、見て見ぬふりの、見てへんいうミュンヘン会談で奪うと、最後はポーランドへと、イギリス、フランスのドイツに甘い融和政策に乗っかって、反時計回りに綺麗に一周してベルサイユ条約を、すべて完全に破壊したんや。第二次世界大戦ってのは、ある時ポッと起こったんやなくて、時計の針を戻すように一周して、戦後のベルサイユをなくしてしまったから始まったんや。まず、ポーランドは、不可侵条約の通り、ソ連と半分越して、ソ連とは手を結んどるから東は安心。てんで、西のイギリスとフランスを叩きに行くで。まず、デンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギー、フランス。で、下から綺麗に取ってくね。対するイギリスは、首相チャーチルに変え、本土の空爆に耐えて、ドイツの上陸を阻止。フランスも、北奪われ、南もドイツに協力する、ペタン将軍のビシー政府が立つんやが、軍人のドゴールが、ロンドンに自由フランス政府作って、抵抗運動、レジスタンスで、なんとか反抗。ま、とにかくそうやって、イギリス、フランスはこの島に閉じ込めてもうたから、
西は OK やな。すると時計の針は戻っていくで。1940年、イタリアがドイツ側に立ち、日本、ドイツ、イタリア、日独伊の三国軍事同盟作ると、東をごっそり奪っていくんや。するともう残るはソ連だけやな。ソ連ももうそれはよう分かっとる。自分が負ければ完全に時計の針は逆戻りや。そやからソ連は脱ピロシキテ、日ソ中立条約で日本と手を組んでドイツを迎え撃ったんや。するとイギリスも英ソ軍事同盟で応援、さらにアメリカも武器貸与法で仲間になると、アメリカのローズベルトとイギリスのチャーチルによる大西洋憲章をもとに1942年連合国共同宣言を出し、アメリカ、ヨーロッパ、ソ連が手を結んで枢軸対峙の始まりや。ソ連はお得意の焼いて逃げて焼いて逃げての戦法で結局ドイツを追い返し、連合国が南からイタリアを降伏させ、民衆もレジスタンスやパルチザンってな抵抗運動で頑張ってると、アメリカ、イギリス、ソ連の首脳がテヘラン会談で対ドイツ共同作戦や。連合軍はノルマンディ上陸作戦でパリを攻め落とし、時計の針はこれで元通りや。最後はベルリンをソ連が占領するとヒトラーは自殺して全てが終わったんやな。歴史は繰り返す言うけど、時計の針が戻ったり進んだり、歴史ってほんまに不思議やな。第1回の終戦後が行く行くパリのベルサイユ、ごめんなさいの思いは届け言うて、は届けや言うてたのが、第2次ではその時計の針を戻してベルサイユ打ち壊して、もう一回戻してドイツ復権じゃー言うたのが、時計の針が進んで終わってしまったって。世界大戦言うたら時計つながりや。終わりも第1次の時、パリ講和会議のベルサイユ条約と国際連盟、第2次でもパリ講和条約に国際連合でも、ドイツに時計を戻されても同じようにはならへん。ヨーロッパは第1次の後、負けたドイツが追い詰められて火種になったけど、今度はソ連が負けた国を吸い取るし、残ったドイツやイタリアを混ぜてヨーロッパ共同体 EC を作ったんや。で、あれ共同体なら EK なんだけどな。ま、そして今テレビやニュースでも聞く通り、ユーロを共通通貨とするヨーロッパ連合、略して EU へと成長したんや。これで一応柱の3本目ヨーロッパのまとめは終わりや。同じ大戦でもそれぞれの国で見方が微妙に変わるやろ。そういう違いも抑えながら勉強していくと、より詳しくなって忘れにくくなるからな。ほなまとめいくで。戦後苦しむドイツはフランスにルール取られると、おっかねーなんちゃってどやろー。いや、そんな中ヨーロッパに社会強固の恐怖が巻き起こると、ブロック経済で対抗、植民地を取られブロックできないドイツは時計の針を戻すことにしたんや。せやから針を戻して戦争に、針を戻して決着をってなったところで、ソ連が踏ん張り、三本柱がテヘラン会談で協力、これで何度かドイツを負けさすことができたんや。戦後は第一次同様パリ講和の後国際連合、本でも今回は本当は EK やと思うんやけど EC、 それが EU へと成長して今に至るんや。これで戦闘の20世紀三本柱も終わったで。せやから最後にその隙間を埋めたら4章はおしまいや。ほなあと少しやで、頑張ろうな、ファイトー。